スポーツ界におけるエチケットとは何か、それを考えさせられる出来事が起きました。巨人の高梨選手は試合中に死球を与え、その結果、関心の金本選手が骨折し、チームを離脱するという事態に、高梨選手は試合後、糸原選手を通じて金本選手に謝罪の意を伝えました。これは、スポーツマンシップの一環と言えるでしょう。しかし、ここで問題なのは、この謝罪が本当に意味を持つのか、という点です。もちろん、高梨選手の心情を否定するつもりはありません。しかし、結果として金本選手は骨折し、チームを離脱せざるを得なくなったわけ ですこれは個々の選手だけでなくチーム全体そしてファンにとっても大きな損失です私の意見としては謝罪だけではなく具体的な行動が求められるべきだと思いますそれは自身のプレイスタイルを見直すことまたは防止策を講じることなど具体的な形で示すべきですそれは真のスポーツマンシップではないでしょうか最後に金本選手の早期回復を願うとともにこの出来事はスポーツ界全体のエチケットの見直しにつながることを期待します